日産エクステラは発売当初から頑丈でどんな挑戦にも対応できる SUV として知られています。2025年には日産がエクステラの最新バージョンを発表することが期待されており、その外観デザインは完全に刷新されつつもエクステラの冒険精神を保ち続けることでしょう。2025年のエクステラデザインコンセプトは現代的で大胆なビジュアルを提供しつつ、この伝説的な SUV の本質をしっかりと守っています。フロント部分では2025年の日産エクステラのデザインコンセプトはアイコニックな V 字型の大きなグリルを特徴とし、さらにアグレッシブなタッチが加えられています。このグリルは細く鋭い LED ヘッドライトに囲まれ、戦闘準備が整った力強い表情を演出します。フロントバンパーのデザインも力強く、アルミ製のスキッドプレートが追加されており、荒れた地形から車体の下部を保護するだけでなく、頑丈な印象をさらに強調しています。サイドビューでは2025年の日産エクステラはダイナミックでシャープなラインが魅力です。フェンダーはより広く、ブラックのクラッティングが追加され、オフロードのイメージをさらに強調しています。厚みのある C ピラーはそのまま維持されていますが、モダンな印象を与えるために少し改良されています。屋根は後方にかけてわずかに傾斜し、空力性能を向上させることで、エステティックだけでなく燃費の効率も向上させています。オフロード性能をサポートするために、2025年の日産エクステラには選択するバリアントに応じて18インチから20インチのホイールが装備されます。このホイールはツートンカラーのデザインで力強さとモダンさを演出します。広いトレッドパターンのタイヤは舗装された道路から岩場や泥道まであらゆる地形に対応できるよう設計されています。2025年の日産エクステラのリアデザインも特別な配慮がなされています。水平に伸びる LED テールランプは広く安定感のある印象を与えます。大きなリアゲートは広いカーゴスペースへのアクセスを容易にし、リアバンパーには牽引フックとスキッドプレートが装備され、 SUV の冒険心をさらに強調します。頑丈なルーフラックが外観を引き立て、長い冒険に必要な追加の装備を運ぶ準備が整っています。